この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。それではね、今回も早速ポケモンやっていきたいかなと思います。まあね、このジムからね、クリアして出てきたところですね、なんかイベントが発生して、ちょっとそこ、急すぎて、ちょっと動画撮れなかったんですけど、なんか遺跡の方で、なんかドカンと音がしたらしくて、そこに行ってみるっていう感じのイベントが発生しているので、行ってみましょう。なんだこれ。元気の塊、ありがとうございます。どうした？上で何が起こってるの？知らない。自分で見に行け。人に頼りやがって。チャリンコで駆け上がってるぜ。あ、もっともっと壊しなさい。願い星を掘り出すのです。ゾーン、願い星を集めれば委員長が認めてくれます。大王うどう、あなたも委員長のポケモンならば願い星を探せることを心から喜ぶべきなのです。何やってんだこれ。やれやれ、あなたですか。お、私だ。今からでも願い星を集め委員長に気に入られたい、そういうことですか。なるほど、考えたものですね。もうちょいつなげてほしいな、せめてもうちょい。ですがそんなことは認めません。誰にも邪魔はさせないのです。ほう、俺のダチを蹴散らした貴様の腕ちょっと見計らってやろうか。おいおい、どうしてくれたぞ。そんなんでええんか。そいつ水属性か。連続切り、えいや。おいおい、まさかこれで俺の立ちを倒したとか言わないからな。もうちょい骨のやつ出してこい。あなたたちの実力、今まで、女の子に読めなかったぞ。読めなかったぞ。読めなかったぞ。ふん、桐崎さんで十分だぜ。マジでお前、態度とポケモンが真逆なんだよな、なんかな。うん。なんか可愛らしいのばっかなんだよな、お前マジで。連続切り。あと急所に当たった効果抜群。やべえだろやべえだろさあ次は何を出してくれるんだい。経験値おいしいよ。ポケモントレーナービーターポニータ、ポニータベジータじゃないんだよベジータ出たらびっくりだけど効果抜群。連続切り、あと、はい、おしまい。お疲れちゃん。こんなもんかい？まだ次あるのかな？こんなもんじゃないだろう。俺のダチを倒したならもうちょい骨があってもいいんじゃないか？ほう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 。ゴチミルってなんだ？ゴチミルってなんだ？全部。これが最後っぽいぞ。勝ちます。僕の生きる。あー！読めない！読ませろい！また可愛らしいの出てきたな、おい。また可愛らしいの。ちょっとそのポケモン欲しいじゃねえか、マジで。連続切り、うん、ワンタンキル、ストレート勝ち、効果抜群。おいおい、骨のかけらもねえじゃないか。お前骨ないふにゃふにゃじゃないか。よくそれで俺たちに勝ったもんだな。ん、ヒートスタンプ、なんだそれ。燃える体で相手にぶつかって攻撃する。自分が相手より重いほど威力が上がる。なるほどなるほど。まあ格闘タイプとかね、結構細めのやつとか、進化前とかのやつにはよく効くんじゃないかな。どうしようかな。でもこいつより体重軽いやつってなかなかいないよな。どうするかな。いや、これは。悩むな。これ悩むな。ニトロチャージは使えるんだよな。10万馬力の地面だし。いや、これ忘れさせちゃいますかね。
もったいないかもしれないけど。これは何かのミスです。やり直しを要求します。おお、何度でもやってやるぞ。かかってこい。4200円を手に入れた。おや、もうお金渡しちゃった時点でお前も負けにも認めている。ルルルルペラ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 。なぜどうして僕が邪魔されるのです。なんとなく委員長に選ばれ、いずれはチャンピオンに勝つ、いわばガラルを背負ってた、背負って立つ、背負って立つくらい漢字にしなさい。ちょっと読みにくいぞ。エリートの僕なのに、僕も漢字にしなさい。ベート選手、ローズ委員長の大王道をお借りしたいって、何事かと思えばまさか遺跡を壊すだなんて。千年先の未来に比べ、遺跡が何だというんですか。そのように甘い香りよりも甘ったるい考えで委員長をサポートできますか。なぜ秘書をしているんですか。ですだね。いや、すごい態度だな、こいつ。ビュート君、声を絞り出すけど本当に残念ですよ。確かに幼い頃孤独だって君を言い出した、言い出した、うん、そうだね、あったよね。才能を伸ばすためトレーナースクールにも通わせたし、昔の私を思い出しチャンスも与えましたよね。ですが遺跡を壊すようなガラルを愛していない。君のような選手はジムチャレンジにふさわしくない。追って処分を決めるからすぐナックルシティに戻りなさい。嘘ですよね。いや、これが現実だ、受け止めろ。僕が失格ということは選んだあなたのミスですよ。100ある選択肢の中で最も最悪のチョイスです。いや、こいつマジで性格ひねくれすぎだろう。ビート選手、あなたが集めていた願い星は預かっておきます。まあ遺跡を壊したらそうなるわな。だって遺跡ですからね。ソニア君、ケイ君、とんだトラブルでしたね。そうね。こんな形でチャレンジャーが消えていくのは寂しい限りだが、大会はフェアでないとね。そうだね。ビート選手の試合で、実況が言ってたけど、身寄りがいなくて引き取ってくれた委員長のために戦うって。遺跡は無事かしら。いや、思いっきり下の方になんかバキッとやられたのがあるぞ。だいぶひねくれちゃったよね。なんか出てきたぞ。しかもそんなでけえ岩が落っこってきたら、お前そんなに離れてたって結構なんか軽傷が起こるぞ。あ、剣と盾。壊して正解だったということだな。アクシデントによって日の目を見た奇跡、遺跡か。ガラルのどんな伝説を伝えている？ポケモンでもあり剣と盾でもあるな。ポケモン？英雄よりもはるかにポケモンらしき存在が目立つ。そうね。しかも2匹のポケモンが使っていたかのように剣と盾を持っている。他に気になることは、英雄は2人。そうなんだよ、英雄は2人なんだよね。だとすると、ズボミインでの英雄の像はなぜ1人だったのか。そうだね、後ろにいるもんね、二人ね。
英雄像、英雄の像よりも古いタペストリーよりも昔に作られた遺跡がより真実を伝えているはず。ということは、じゃあ剣はこれ、だと思う。いつしか剣とポケモン、そして盾とポケモンは同じものとして扱われ、歴史の影に消えていった。英雄は若者二人、剣と盾はそれぞれポケモンだった。でも真実を伝える遺跡は芸術的な絵で隠された。そうだね、隠されてるね。なんで隠すんだろう、一体どういうことかしら。そうだね、ありがとう、あなたのおかげで大発見ができたかも。俺のおかげではないぞ。いつものこれを分けてあげるから、あなたもジムチャレンジファイト。かけるじゃなくて塊を起こせよ。塊を起こせよってんだろうがい。ほう、というわけでこんな感じのイベントでしたね。大発見だね。さてと、次はどこに行こうかな。特に予定はないんだよな。こっちはなんだ。おっと、行っていいのかこれ。このまま行くとどこ行くんだろう。待って、地図見よう。ほう、案外近いのかもな、これな。このまま行ってみるか。暗いな。おお、なんかいる。ん？不思議。不思議な場所だな。お、なんかある。なんでもなおし。おお、いいじゃん。迷路みたい。お、思った。やめろ。あ、誰だ？あ、さっきのやつ！さっきのやつ！よいしょ。まあ、挑まれたからには受けよう。そのバトル、受けよう。まあ、ワンパンだろうな。グッバイ。大きな根っこ、そこら辺にあるぞ。あっと、こんな暗いところで男女が二人きりなんて、まったく何をしてたんだか、まったくもういいセンスしてんな。あれ、あなたはなんだっけ、ミサキだっけ、ミキだっけ、あれ、なんか名前が違う。なんだ、偽名だったのか、お前。偽名だったのか。それで俺にナンパをしてきたのか。偽名でナンパをしてきたのか。納得、納得、なるほど。浮気相手にならずに済んだぜ。そんなドロドロな関係嫌だからな。まったく女が浮気してるなんて。まあ、この頃ね、浮気が騒動されてますけれどもね。どうしたかな、効果抜群、メタルクロー。毒好きでいこうかな。効果抜群と。で、次、ルカリアンはどうしようかな。効果あり、効果あり。じゃ、サイコキネシス。効果あり、こっち。さてどうなるかな。六十級、えい。ワンタンキル、オッケー。さあ、あとは片方。いやー、もうみんなもね、浮気はしちゃいけないと思うぞ。俺、生まれてこの方27年生きてきて、今年で28年になるんですけれどもね。浮気なんて一回もやったことないから。だって浮気するんだったら、わざわざ付き合わなくてよくないって。ね、それだったらちょっとね、まあ、お子さんが見てるからあんまり言いたくはないけれどもね、セフでいいじゃないね。付き合うんじゃなくてね、浮気をするのであれば。浮気をしてしまうほどの軽い愛情なのであれば、別に、付き合う必要なくないかと。お前が、なんだ、好きとか言ってるのは全て嘘やんってなるじゃんね。ね、そんなんね。はい、キューコンお疲れ。まず恋愛に関しては俺めっちゃ浮き図だから、重いからよろしく。
7000円。おお、いいね、うん、金持ってんな。おお、すごいなこの世界観。お、抜けた。おお、綺麗、いいね、アベレーションじゃんいや、これ分かる人にしか分かんないけど、アベレーションじゃん。ほー、ちょっとここで回復しますか。よいしょ、預ける。トン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 、はい、どうもー、あざしてー、あざしてー、オッケー。へえ、綺麗な街だな、この景色俺好きだぜ。いいね、ロマンチック。あ？あ？お、眠る。ほう、なんかあっちゅう間に着いたな。やってきますかやってきますか、せっかくだし。相手虫でいいのか。お、やっほー、あんた幼稚園だね、うらら警戒してるんだよ、マジか。で、モルペコ、あんたもしかして敬意を気に入っちゃった。もうジムチャレンジャー同士真剣に戦うこともあるのにそうだね、気に入っちゃったらね、やだね。よいしょ、仕方ないな、私のリーグカードあげておくか。お、君のリーグカードは欲しい。可愛いよね、この子ね。ただ髪型がちょっといかつすぎるよね。うん、髪型もうちょい今風の女の子にしてほしいね。うん、まあいいか、あんたのことライバルとして覚えておくわよ。あざーす。数少ないジムチャレンジャーの生き残りだもんな。絶対決勝に進もうよ。はいよ。さあ、このまま勝負いっちゃうぞ。ストレートでこのままいっちゃうぞ。もちろん。ストレート勝ちしてやるぜ。モンスターエナジーマジでうまい。お？なんかまだ変わった場所だな。あれ、おばあさん？おいでなさったね。ピンクの、あ、ピンク不足のジムチャレンジャー。ピンク？ジムミッションだけどね。私も後継者が欲しくて。新しいジムリーダーオーディションも兼ねているのさ。あ、どういうことだ？なーに、簡単さ。勝負をしつつ、みんなが出すクイズに答えるだけ。俺、クイズ大嫌いだね。あのね、ちょっと考えるとかそういうことだとマジで苦手というか、マジでめんどくさくてやりたくないんだよね。ただし、間違えると戦っているポケモンの能力が下がる。もちろん、正解すれば能力も上がるからね。ふーん。ま、フェアリータイプポケモンの不思議な力さ。さあ、あんたの本気、じっくり見させてもらうよ。おうおう、すんげえのそのさ、歩いてんなと思ったらどうせ目の前から急に消えるんだろう。お前、わかってるよ。ま、わかってますもん。もう消えてるよ。それではジムミッションです。上手に戦ってください。上手に焼けました。どういうことかよくわかんないけどな。クイズって言われてもな。さてさて、フェアリータイプのジムリーダーにふさわしいかオーディションを始めましょうオーディションなんかい、おばさんじゃないか。あ、ごめん、こんなこと言ってまずいな。ちっさ、なんだそのポケモンは。蹴っ飛ばしたらどっか飛んでっちまいそうだな。なんかボールみたいなサイズだな、おい。毒好き。
悩んだら毒付き。やっぱりな。悩んだら毒付き。ペロリーム。なんかすごいやらしい名前だな。どんな姿かと思ったらめちゃくちゃ可愛いじゃねえか、おめえ。めちゃくちゃ可愛いじゃねえか、おめえ。毒タイプ？鋼タイプ？毒だろ、どう見ても。あ、これ、こんなんでいいんだね。毒好き。えい。ゼロリーム可愛いなぁ。ポムポムしてて可愛いなぁ。なんか暇な時があったら普通にダッと書いてたらな。終わったわ。ゼロガの実力を持っていれば、正解、不正解、関係なしな。なんでそのなんかすげえ、あ、私頑張ったな的な感じのその素振りは。うん。頑張ったのポケモンだからな、おばさん。3,264円。お前の財布の中マジでしょっぱいな、おばさん。お前税金で生きてんだろ？もうちょいマシなお金出せや。うん。なるほど。パプラさんがどう思うかわかりませんが、私はまあまあ気に入りました。上から目線だな、おばさん。どんどんディスってくれ。すげえ、誰だい？あ、待て。お前、U ターンしてきただろ。お前、U ターンし、二人目です。いや、待て。お、あ、最初のやつを買う。先ほどの、不満な、結果は、気にせず、だんだん進みましょう。いや、待て。相手変わってねえから、こいつ U ターンしてきただろ、マジで。汗拭いてきたんちゃうか？うん。若いなぁ、心。心はまだ若いんだな。うん、よくわかった。それはよーく、うん。また可愛いポケモン出してきたな、おい。うん。ツッコミどころ満載すぎて、ちょっとお兄さん困ってるよ。で、うん、思いっきり、帰ると水かけて U ターンしてきて、モンスターボールの中ただ変えてきただけでしょ、まったく。うん、うん、メタル効果増しちゃおうかな。うん。いや、びっくりだよ、おばさん。うん、おばさんと言っていいのがよくわ、いや、でもおばさんじゃん。うん。お姉さんとは呼べないほどのシワがついているわけじゃない。うん、だからここはちょっとおばさんと言わせていただこうかな、ここはね。うん、仕方ないよね。27歳のこの私からおばさんと言われるあなたの年齢は一体いくつなんでしょうかね。気になるところですけれどもね。まあ、あのシワの形を見るからに、ですね、多分ね、50を超えてるでしょう。はい。なんでね、多分おばさんという、なんだ、さっきの、ジムトレーナーの名前は、知らねえよ、知らねえ、おばさんだろ、ずつりした。あ、合ってたよ、2分の1だから、まあ別にまあ当たるでしょうよ、これは適当でも。素晴らしさが上がった、なんで上がったわ、なんか突っ込みどころ満載で今回ちょっと忙しい、毒好き。それとおばさんにはこんな付きをやってみましょう。うん、毒舌でね。よっしゃー。はい。おばさんには毒舌でディスっていきましょう。急所が出た。やっぱりね、ディスるのは素晴らしくいいね。やっぱ、おばさんにはこういうのが効くんだね。もうちょいね、なんか U ターンして違うトレーナーとして出てくるのであれば、なんか服装なり髪型なりちょっと化粧を変えるなり、なんかいろいろあると思うんですけれども、まんま出てきたからお兄さんびっくりだよね。なん、モーサブル、あ、またその格、注意深く、用心深く、生き残るのに大事なことですよ。知ってるわー。もう俺より長く生きてきたんだろうから、もうすぐマシな言葉放ってから帰りなさい。これで終わりか？うん。正解、不正解、気にさせ、どんどん進めましょう。うん、もうそのセリフは聞き上げた。もう他のことを言ってくれ、せめて。うん。お前、おばさんもう戻ってくるんじゃないぞ。振りじゃねえからな。振りじゃねえからな。戻ってきたー！戻ってきたー！三度目だぞ、お前。三度目だ。仏の顔も三度までって言うだろ？うん。お前、マジで。ただの U ターンだぞ。お前、モンスターボール、取ってきただけじゃねえか、お前、マジ。同じ格好じゃねえか、お前。どこでも変わってねえぞ。せめてピアスとかどこか変えてくる。お、ポケモンだいぶ変わったな、おい。なんか可愛いからすげえ悪どいやつになったぞ、お前。ツッコミどころ満載すぎて今回の動画結構いい感じになるよ。うん、ありがとう。毒好き。かわしていくよ、毒好き。ちょっとじゃなかったね。うん、よくね、注射するときとかさ、ちょっとチクッとするよとかさ、ちょっと、
一瞬だからねとか言うけど、まあ、一瞬でも痛いのは痛いから、うん、針刺してっから体に、うん、作ったどころじゃねえから、子供からすれば注射なんでマジでもう針だから普通の、うん、うん、入れ替えず行きましょうか。うん、このまま毒舌かましていくよ。うん。ほーじゃねえんだよ。ほーじゃねえんだよ。お、トレーナーのおばさんよりも全然なんかピッチピチのやつ、なんだ、私が、毎朝食べているメニューはカレー、オムレツ、カレーじゃないの。オムレツ知るか知るかそんな知るか、まあ確かに朝早くからカレーはちょっと重いかもしれないけど、夜飯に出されたカレーって大体朝ごはん出るでしょ、次の晩ごはんとか出るでしょ、煮詰めたやつ、なんかだんだん美味しくなるじゃんカレーって。だから多めに作るでしょ、だから次の日絶対出るじゃん、だから朝出ると思ったんだ。うん、食好き。かましていくよ、今回。突っ込むところ満載だから実況魂がちょっと溢れてね、トーク力がね、ちょっと今回勝っちゃってかもしれないけれどもね、うん。まあちょっとそこら辺はね、まあ僕、もともとこういう人間なので、うん、終わったし、また汗拭いたし、頑張ったらポケモンだから、まあポケモンなんかもう、攻撃のターンが来る前に全部毒づきで終わっちゃってますけどね、おばさん。もう帰ってくるんじゃないぞ、もう。お前帰れ。違う意味で帰れ。ここに帰ってくるんじゃなくて、おうちに帰れ。絶対に戻ってくるんじゃない。わかったな。うん。いやー、やっと終わった、やっと終わった。3度目の正直で本当に終わってよかったわ。次来たらさすがにおこだよ。うん。次のジムリーダーですとか言いながら同じやつが帰ってくるの、ほら、控え室誰もいねえじゃねえか、お前。おーん、ジャキーン、背中、男の背中、うん、素晴らしいね。よし、さあ行きましょう。うん。ジムミッション、見事クリアされましたね。うん、ミッションなのか、今。ただ、おばさんと戯れただけじゃね。さて、ジムリーダーはどんなジャッジを下すのか、うん、ジャッジとかもう、うんうん、どうでもいいから、とりあえず勝ったら、ケイさん続けるジムリーダーに挑まれますよ。行くに決まってるだ。ただ、おばさんとチャチャ入れただけじゃないか、まず、本当にもう、うん、無駄な時間を過ごしたわ。うん、返してくれ。無駄な時間を過ごしたわ、ほんと。あー、びっくりだ。いや、でも、うん、まあ、動画的にはいいね、大変。お、あ、やっぱ、あんたなんだね、うん。びっくりだ。まあ、湯婆婆か。うん、湯婆婆。目閉じちゃってるよ。寝てねえか、大丈夫か、お前。お昼寝してきてか、お前。お、目覚めた。お、びっくりした、びっくりした。今更だけど、今更だけど、なるのかね、ジムリーダーのポプラさん。ポプラさん。お、よくわかんねえ。もう、ひらがなだけだとよくわかんねえ。クイズに答えたあんたのリアクションを見せてもらったよ。うん、リアクションなんてどうでもいいだろ、戦いに。最後の試験はあたし。うん、あたし。なんか、よろしい耳に聞こえ、聞こえ、いや、ドドドドピーや。相棒のポケモンにどんな振る舞いをさせるのか。うん、ただ、毒好き。うん、ちょっと見せておくれ。うん、毒好き。あんたにはもう毒好きだけで十分。毒好き。はい、というわけでね、まあ、かましていきますか。うん、あ、こういう時だけ足遅えな、うん、振り向くの早いな、お前。自衛隊の身に入ったぞ。ジムリーダーのパプラが勝負を仕掛けてきた。うん、上等だ。うん、なんでそんな、なんか貧乏ゆすりみたいな感じで、モンスターボールポン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 やる。うん、いい、モンスター、すげえ毒アス。また毒アス。うん。まあ、切り裂けたの毒好きで、あ、毒効かねえか。どうしよう。ここは、もったいなくれー、えい。まあそうなるわな。うん、まあそうなるわな。うん、まあ結構珍しいマトドガースだったね。クチート。なんだ、それチートなのか、チーターか、チーター出すのか、全く不正なやつに。あ、かわいい。かわいいから許す。かわいいから許す。クチートの威嚇。威嚇できるの、かわいいねー。そんなちっこいのに。攻撃力ブーンって上がっちゃったけど。問題、ドレン、マジか。あんた、私のあだ名、知ってるかよ、ユバーバ。あと、魔法使い。魔術師。魔法使いじゃないの。残念だね。いや、知らねえよ。貴様のあだ、なんでやねん。マジめちゃくちゃだな。毒好き。鉄壁。お前、ゲンバス。効果がない。メタルクロー。ドレインキッス。まあ、ユバーバからされなくてよかった。メタルクロー。
連続に。ドレインキック。なんだ、キックばっかしてくんな、お前。あれか？若き男の、ねえ、ケーキを吸いたいのか、おばさん。うん。今一つか。まあ、年を取れば取るほどね、女性ってなんか、男性を欲するって言うからね。問題、ドレン。私の好きな色は白か、マジで。じゃあ、ピンク？私はそうじゃないね。知るかー、知るか、そんなもん。二分の一で三回も外してるぞ、俺。メタルクロー。ドレインキス、マジでドレインキスっていうとき、おばさんの目すごいことになってるぞ。どんだけ俺にキスしたいね、あいつ。俺遠慮しとくわ。ちょっときついわ。えい。全く自分がキスできないからって、ポケモンにキスさせてるんじゃないよ、もう。とんだ痴漢野郎だぜ、あいつ。セクハラ、セクハラ。このジムリーダー、セクハラやで。大変だぜ。トゲキス。マジで、キス大好きだな、お前。突っ込みどころ、満載すぎて、本当に困るぞ。なんか、キスに関することばっかだな、このおばさん。この岩場、マジで。ダメ押し。ドレインキス、またか、お前！またか、どんだけ俺から成長する。あ、めっちゃ吸うな！急所に当たって、どこにキスしてんねん、お前。お前、どこにキスしてんねん、お前。まったく、もう、そんなところに急所ダメだよ。世界にたった一本しかない突起物なんだから、やめてよ、そんなところに急所するの。もう、それは急所だよ。そこ急所だよ。そこにドレインキスはあかんって。だからダメだって。次は上の方か。いいところ吸ってくるな、こいつ。さすがババ、さすがババ。男を知り尽くしてんな、お前。ほら、こっちも急所にあるぞ、先生。ここが縁やろ。こっちだって数知れず、おめえ、だいぶ来てくれ。やべ、こんなこと言ってダメだな。お子様も見てらっしゃいますからね。もうちょい言葉を和らげて言いましょうね。いや、びっくりだ。まさか俺のあんなところにドレインキスしてくると思ってなかったわ。いやー、びっくりびっくり。今回の動画大丈夫かな。眠気覚ましのモーニングティー。そんなの知らねえよ。モーニングティーよりパンティーの方が気になるわ。俺は何言ってんだ。俺に何言わせてんの、まったく。じゃあ、これ。腹をくくって、すげえ顔になったぞ、ユバーバー。どんだけお前男に飢えてんだ？おー、顔が治った。ん？なんか一瞬すげえ顔になるぞ、このユバーバー、マジで。マジで、本当の顔が、マジで、本当に。なんかすごい形になってる。美味しそう。このポケモン食べれんじゃないか、これ。アンパンマンくらいな、レベルで。食えんじゃね？あれ絶対歩けないだろ。あれ絶対動けないだろ、あれ。そこから離れてつまつま攻撃したら絶対倒れるだろう。ちょっとそう。キルサクさんでーす。どうもキルサクです。ちょっとあのケーキにちょっと毒入れてきてくるね、キルサクさん。このちゃんとしてやるよ。なんかすげえ毒舌になったな、おばさん。なんだ、口説きを下ろせなくて。俺、そんな雨で、あーっと白いの、そんな白いのいっぱい飛ばさんといて。あー、行っちゃったーって、なんかどんどん下ネタになってない俺。大丈夫大丈夫。お子さん見てんだけどな。どうしようどうしよう。いや、詰まったな。どうするかなー。鋼。いや、じゃあ、ガラダ行きますか。そんなにユバーバーに遅れを取るとはね。問題、でげん。さると、私の年齢は16歳。あんた、いいことで。マジかよ、ほんとか。未成年なわけねえだろ、その顔で、その年で、その歩き方で。もうマジか、16歳で。お前、世界88歳で会ってたじゃねえか、お前マジで。もう、竜の肌を暮らしたらバカ野郎。お前、嘘つけよ、天中だ、お前、ほんとにもう。
効果がないんかーい、突っ込むところ待てた。おー、なんかし、あ、また白いのぶっかけて、もうそんな、あー、もうダメだって。ダメだって、もうそんな、そんな効果抜群で、もうそんなんかけられたらもう、噛み砕く。ね、美味しく食べましょう。よし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 。今一つでこのダメージ？あ、だからそんな、白いのどんだけ取るねーん。白いのいっぱい出るね、溜まってたの溜まってたんだね、うん、男不足だったんだね、うん、まあ88歳まであの、うん、どれほどのね、あの月日あの男とのそのなんというかね、表面してなかったんだろうね、うん、なんかね、お子さん見てるだろうからあんまりね、過激なことは言えないけれどもね、うん、じゃあちょっとこのケースちょっとあのレンジでチンしてみようかね、温めてみようかね、うん、ね、うん、いやーね、そんなね、後ろの出してくれるんで、もう、この子妊娠してんじゃないかな、大丈夫かな、じゃあ、まあ、じゃあ、温めてみようか、ニトロチャージ、ちょっと温めてみようかな。うん。ケーキももしかしたらね、温めたらね、溶けて美味しくなるかもしれないからね。なんだなんだなんだ、ニトロチャージ。もう、早くこの、勝負、蹴りつけたいんだけどな。もう俺、もうこの場所と一丁ですね、嫌なんだけど、10万馬力。あ、どっこいと。お、何度かいけた。何度かいけた。よかった、よかった。よし、よし。うん。ケーキ美味しかったかい、ゴジラ。うん、美味しかったみたいだね。いやー、びっくりした。いや、もうこのユバーバとは二度と会いたくないな。おい、杖振ってましたな、お前。本当の姿を見せてきたな。杖じゃない、傘か。うん、あの、傘を多分、誰かの目ん玉にむさっと刺さってったんじゃないかな。物を投げたらあかんだよ、本当に。ピンクは足りないけれど、あんたらいいトレーナーとポケモンだよ。お前どこ見てんねん、どこ見て言ってんねん、マジで。本当にすんごいところにドレンキスしてくるし、6080円、なんかそれ消費80円で消費税か何かか、うん、歩くの遅いな、本当にお前16歳なわけねえだろう、うん、はい、お疲れ様。いや別に疲れてない、ただ突っ込むのは疲れた、うん、まあ男として突っ込むのはお仕事なんだけどな、うん、なるほどね。うん、そう。うん、分かってくれた。突っ込むこと。うん。悪くはない。悪くないんだ。突っ込むこと悪くない。傘いつの間に取ってきたんだ、お前。うん、待って、その傘よく見るとなんか、あれに見えねえか、この角度。うん。なんか、玉が二つついてて、なんかね、その間から長いものが、うん。太くて硬くて長いものが。何を持っているんだ、お前は。まったく下ネタの塊ですかね。この、ペロロッだけど、オーディションは、不合格。私の、メガネには、メガネ？ん？メガネ？ん？メガネ？ん？かなわないね。ん？どういうこと？どういうこと？あ、気にしないでおくれ。私の好みのもんださ。お前の好みなんて知ってこっちゃねえ！もう俺に近寄ってくんじゃねえ、そんな。あの、けしからんような傘をぶら下げて、俺のこと、なんかじろじろ見て、すごいところにドラインキスしてきて、なんか挙句の果てには質問攻めにして、自分は16歳とか言う、クソバッパーン頑張ってる。もう二度と来るんじゃない。いや、むしろ自分から来ねえわ、マジで。お前は来るんじゃないぞ。話をかけるんじゃないぞ。急に後ろに立つんじゃない。近づきたくもね、なんかすごい匂いがする。すごいです。あー、手、すごい、なんかこの人、なんか、手、汗まんでるーすごーい、ネトネトする、なんだろうこれ。なんか生臭いぞ。うん、45レベか。もう、前の手に触れてくれない。もう、伝えるんじゃない。なんか、すごいぞ、腰の曲がり方も、うねってしてるぞ。うねってしてるぞ。うん。わざましに、ドレンキス。お前、どんだけドレン、ゲスト好きやで、もう、ほんとに、突っ込んでくれますから。お前、なんかまた来るたら、また手渡しで、もう、触りたくねえ言ってんやろうか、お前。もう、帰れ。歩くのっせえな、もう16歳、ほんとかー。ねえ、突っ込んでくれます。すぎてよ。やっと終わったわ。忙しかったな、わざましん。うん。今回疲れたから、もうこの辺で終了するわ。うん。とんだジムリーダーだったわ、マジで。うん。今までの戦いで一番疲れたわ、なんか知らないけど。というわけでね、まあ今回はね、ここら辺で終了していきたいと思います。ね、皆さんね、こんなね、下ネタ実況で申し訳ありません。あと、お子さんがね、もしね、この実況動画をね、リビングで見てることがあるかもしれませんけれどもね、申し訳ございませんね。両親の方々、ちょっといろいろぶっ込みすぎちゃいましたね。まあ、
でも、だって、ゆばばがいけないんだもん。俺は何も悪いことしてないよ。うん。いや、ツッコミでも満載のことしてくる、クソボパイがいけないんだよ。うん。俺はいけなくない。大丈夫。うん。まあまあまあ、ギリギリ健全にはなった、すんげえ双子で可愛らしい子がいるぞ。さらってあげたいな。まあいや、そんなことはさておきましてね。うん。はい、ここら辺で終了していきたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。